い、こんにちは、ゆうかりチャンネルです。今日もアミトークやっていきます。今日はアミトークの54です。今日はね、あいにくの天気で曇ってますね。はい、先日こちらの本を、本からこのね、幅広、何だったっけ名前、横広のレーシープルオーバー、これをね編み始めました。ところが糸が全く足りないっていうことで、新しく別の糸を探して、毛糸のピエロさんからね購入しました。もうね、前回のメルカリで買ったので、もう同じ糸がないっていうことで、帯もなかったのでちょっと探しようがなくて、似たような糸を探して、注文しました。こちらの毛糸のピエロさんの、かわいいね、毛糸のピエロさんから根巻き買うの初めてですが、これが、爽やかコットンの色番が178です。違う、品番だった、これ色番1番で、綿 100% で、これが 100g の根巻きの 369m なので、 50g で考えると 180m はあるので、これならいけるかなって感じですね。で、かぎ針が2から4ってことで、指定のかぎ針が3号になってました。なのでこちらを選んで買いました。こちらジャンコードです。そうで、これ 100g なんだけど、母に聞いたら300はいったよって言ってたから、まあ、4本あれば足りるかなってことで4本買いました。これ1本ね700円だったので、めちゃくちゃお高い糸ではないですが、編み始めました、ね、で、そう、ちょっと中はお見せできないんだけど、そのね写真だけね、編み図は見せれませんが、こんな感じで、ここから順番に模様編みを編んでって、裏表編んだら、このスカラップ模様をね、袖周りにつけるっていうデザインです。でパターン的には A と B を繰り返し3セットやるんですけども、これがよく間違えて、今から私編みますが間違えずに編めるかどうかってとこだね。かぎ針しながらさ、話できるかしら。で、そうだから A はすごく単純な模様なのね、この長編み、ほぼ長編みなんだけど、こっちはさ、このお花模様がこう散りばめられてくるわけで、どっち向きにどこから長編みをやったらいいのか分かんなくなっちゃうの、この模様が。なんか異様にここのネットが多かったりして、ほどいたりしてますね。なんかちょっと覚えてくるとさ、もうできるだろうって感じで、あんまり見なくなっちゃうと間違える。うん。時々確認が必要ですね。で、この、久しぶりにこのね、くるくる回るやつ。フースさんの時に作ったクマちゃんでも乗せますか、ここに。これ何でも入るのかな。そう。これね。よいしょ、ほら見て、フースさんの時に作ったね、くるくるくまちゃん、くる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 ってなりますまたこれ編み図教えてほしいって方いたらコメントくださいもうあまり必要ないものかもしれないから、自己満足の世界ですね。はいはい。でここで見え
もう一丁。できればさ、夏までに編みたいから、靴下が全く手につかなくなってしまいました。で、昨日お友達に会ってお誕生日プレゼントも渡せて、そのために編んでいた、ウツボソックスも渡すことができました。でもなんか家族以外の人に靴下プレゼントするの初めてだからさ、実際嬉しいのかは分かんない嬉しいのかは分かりませんが、まあ靴下履かない人はあんまりいないから、まあお家の中でもね、履いてもらえれば嬉しいかな。A パターン、B パターン、B パターンの最終段ですね。これ、こういう風になんか椿みたいなお花になります。かわいいの。ただね、足りるか心配だけど、今ね、これで1セット、これ3セットやるんだけど、まだこれ半分ぐらい糸があるから、1本半ぐらいかな。で、余分を見てスカラップ模様が、袖のあれが編めればいいかなって感じだね。え、合ってるか。1、2、3、違う、間違ってるじゃん。で、最近、さっきちょっとメルカリの発送にセブンに行ったんですけど、最近ハマってるのこれ、この蜂蜜紅茶ラテ。綿ぼくってとこから出てるんですけど、森永乳業か。これなんだ。森永乳業のこれ、めちゃめちゃ美味しいです。なんか蜂蜜紅茶が流行ってるよね。なんか売ってないしね、あんまり。売ってて見つけると高いのしか残ってなくて、ちょっとこの値段出せないなって感じでやめちゃいますが、そう、お友達にね、お土産で蜂蜜紅茶のパックをもらってからね、ちょっとあちこち探してます。あ、美味しいと思って。あれ、なんか茶葉の中に蜂蜜の乾燥したのが入ってるんですかね。なんかちょっとほのかに甘くて美味しいです。クマちゃん回ってるとね、見た目かわいいかわいいよこれ。え、どういうこと、間違えたな、これ。そう、すぐ間違えるのね。ぼーっとしてるとさ、昨日もね、結構ほどいてあれと思って一段編み終わったぐらいに、あれ、つなぐとこが違うって、花がずれてるってなって、プチぐるみのね、試作もしなくちゃってことで、ちょっとゴールデンウィークも終わって落ち着いたので、ちょっと試作してたんだけど、見てもらってもいいですか。で、どれからやろうかなと思って、まずね、1個目、これおにぎりちゃんの編みぐるみプチぐるみ、これね、梅干しを丸カンでちょっとチャーム的につけて、こんな感じになってます。可愛くないこれ私はこれが気に入ってて、で、あと餃子ね、餃子
じゃーん、シューマイに続き中華です。あとここちょっとお聞きしたくて、そう、枝豆なんだけど、この子ちょっと色が濃くて顔がはっきりしなくて、これはもうほんと枝豆の形、これもそうで、こっちはちょっと薄いね、薄い色で編みました。これもね、お正月で福袋で買ったね、東海さんのね、あの20色入りの毛糸、あれ色がいっぱいあってプチぐるみする時には最高です。でこんな感じね、この鞘のままって感じ。これはでちょっとブローチに仕立ててあって、で次はこれ刺身がさ3ミリしかなくて、これ以下がないから、私ちょっとお豆に目をつけるには目が大きいかなと思うんだけど、で鞘をねグリーンにしたら中が目立つかなと思ったんだけど、外の色が濃いかなと思って、でこの色でやったらこの中の、まあ、目が目立たないのかな、ちょっと編んでみないと分かんないんだけど、枝豆もこのパターンが2つあるんだけど、どっちが枝豆っぽいかってことどっちがいいですかね、いろいろあるので次はどれを編むか、またコメントでね多かったのからいこうかなと思うんですけど、どう？どのパターンがお好みですか。枝豆はこの豆なしか豆ありか、よいしょ、これでね、1個だけプルンって出るようにもしたかったんだけど、うん、どうやってやったらいいかなと思って悩んでる。ここに1個だけ丸カンにすればいいかな。ちょっとまたあの変更があるかもしれませんが、まあ、あの見た目はこんな感じ可愛いでしょ、これも。でなんか野菜のプチぐるみが可愛いなと思って、スーパーに行っていろいろね変わった野菜をね写真を撮ったりしてきました。で甘長ピーマンとかさ、ピーマンじゃなくてちょっとレアな甘長ピーマンとかさ、あと何があったかな、みょうがとかどうかなみょうがのプチぐるみ、あとなんか UFO キャッチャーを見てたら、ウミウシの UFO キャッチャーがあったから、ウミウシが流行ってんのかなと思って、ウミウシプチぐるみもいいなとか思ったり、うん、でも試作をしなきゃいけないからね、誰にもウミウシってわからない感じだとね、あれだからちょっとね、なんかこんなのあるといいなとか私は考えてますけど、なんかそう、委託先の方からもさ、ね、なんか夏用の帽子が編んでほしいんですって言われたけど、なかなか手が回らなくって、それこそあの東海さんのねセールで買ったポームコットン糸だし、すごい柔らかい糸だから、あれでモチーフの帽子とか編みたいなとは思うんだけど、何にしろ最近バタバタしてたから、もう靴下しか編んでなくて、ちょっとようやく試作もねいくつかできたから、プチぐるみもねちょっと更新しようかなと思ってます。いやでもね楽しいね、これかわいい、かわいいですね。娘のかぎ針授業も専門に入っちゃったから、ないからね全然やってなくて放置状態ですね。
そうで、息子がさ、うちの体重計がさ、壊れてる壊れてるって言い出して、で、私はね、ほぼ毎日お風呂前に測るけど、壊れてないでしょって言ったら、壊れてるって言って、ちょっと今日はジム行って体重計測ってくるって言って、ジムの体重計で測ってたら合ってたみたいなんですけど、なぜそう思ったかっていうのは、その今もううちで生活がスタートし始めてるんだけどね、帰ってきて多分3食きっちりしっかり食べてるから、体重がなんかこの2週間ぐらいで5キロぐらい増えたみたいで、でおかしいって言ってたみたい、そんなに増えるはずないとか言っていや食べてるしと思って、成長期かってぐらいご飯食べてるからね、タンパク質信者だからプロテインも飲んで、ご飯も丼いっぱい食べて、でも最近冷やご飯になるのを冷蔵庫にいつも冷やご飯として入れるんだけど、もうおにぎりにしといて、もういつでも食べれるように置いてあるんだけど、もう朝ないから、それがで夜も食べてるのね、ジム行った後とかに。だから筋肉にもなってるし、体重も増えてるって感じ。思わずパパさ、アマゾンで体重計買いそうだったのね。乗るたんびに違うとか言うからさ、壊れてるとか言ってで古いからその壊れてるって話を誰も疑わないあ、壊れてるかもねみたいな。であわよくばさ、自分の体重も、え、だったらさ、ママの体重ももしかして壊れてるから増えてんのかなと思ったりして、いや合ってた合ってた合ってたよいしょ。今日はね、お昼から実家に行って、本当はあれも取りに行きたいのに、スタンプ、その前お話ししてたこのスタンプ、靴下用にちょっとサイズとか手洗いですとかいうのをね、手書きでいつもね、値札に書いてたのをスタンプにしようと思って、ちょっと頼んであるスタンプを取りに行きたいけど、行けるかな今日。今日パパ出張だから、私もちょっとすごい早く起きたから、今ちょっといつも取る時間よりかなり早いので、イオンに行ってスタンプ取ってこうかな。これ一段編んだら終わりにしよう。かわいいよ、やっぱりこれくるくる回ってる。ここでどっちかすぎてあれかな、カメラがあるから。あ、カメラにつっかえてるこれ手がなくてもいいかもな。改良してこれもやろうかな、動画で。簡単に顔だけでも全然可愛いかもしれないよ。このさ、コーン巻きのさ、ここの穴ってだいたい一緒なのかね。ここに刺すようになってるんだけど、このクマちゃん。だったらもう顔だけでも全然いいかもしれない。今日はちょっと手芸屋さんにも行きたい。1、2で中ね。はい、こんな感じで、で私いつもね、かぎ針の時はこういうクリップで留めてあります、抜けないように。はい、ちょっとずつね、編んでいきたいと思うので、ちょっと完成まで時間かかりますが、お楽しみに。あ、じゃあ今日のガムトークいきますか。ガムトーク、やってみますね。よ、1枚引きます。はい、このカードの3番、海外で食べたものの話。海
海外行ったことないのでありません。もう一回行きます。はい、これ行きますか。じゃあもう5番、口笛の話。口笛さ、子供の時よくやってたけど、なんか唇が硬くなって大人になったらさ、できなくなったね、これ。うん。子供の時はよく出ました。もう一個ぐらい。はいはい。これいきます。1番。ループの話。ループ。無限ループ？ループ。ループね。もう編み物自体がループだよね。ずっと同じこと繰り返してるからさ、こうマジックループマジックループ覚えちゃえば楽ちん、マジックループ。はい、ということで、はい、お題の話は終わり。大した話ないね。ほいほいほい。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆかりチャンネルでした。バイチャー。